日。はい、あ、すいません遅くなってね、まあ遅刻っちゃ遅刻だけど、遅刻じゃないっちゃ遅刻じゃないっしょね、ナイトチューブって最近さ、ナイトチューブ全然出てなかったからさ、いつ何出てたのか忘れちゃうぐらいだ。ということで、クレイジーな夜更かし、3店舗で、回してるからもうめちゃくちゃ久しぶりすぎて、今月初かな、初、そうですね、今月初ですね、初だね、初めてというゆうや入ってないよゆうやゆうやさん、ゆうやさん、いや、入ってこ、入ってこ、詰めない、出てるやから詰めろ、はい、まあ、今回はね、先月みんな入ったかな、あ、座れる、入ってる、入ってる、大丈夫です、いや、いいよ、そっち、はい、座れるよ、あれ入ってる、入ってる、あ、入ってますよ、え、大丈夫です、だっていいの、座りな、まあね、そうね、まあ、とりあえず乾杯でもしようか、そうですねそう、今日はもう全員新人の子たちなんで、みんな多分、え、誰ってなってると思うから、まあ、ちょっと乾杯してからね、自己紹介でもしようか、はい、そうですね、もうとりあえず乾杯だけ、はい、お疲れ、お願いします、お疲れです、はい、お疲れ様です、お疲れです、お疲れです、めっちゃこぼれてるじゃんやばいやばい、こぼったのがやばい、さっき氷飛ばしてたからね、はい、すいませんさっき氷飛ばしたよえ、てかみんなホスト自体も初めてなの、全員、はい、ほぼほぼ初、そうですね、そう、もう本当にじゃあ全員初めて、え、でも2ヶ月、1ヶ月、2ヶ月ぐらい経ってるのかな、僕1ヶ月です、2ヶ月、他は2ヶ月ぐらいか、2ヶ月目です、今回一番早いよね、これが2ヶ月で、多分他が1ヶ月目、1ヶ月遅れぐらいですね、で、今回なんでこの新人の、紹介の枠を取ったかというと、来月の11日に、新人イベントをやるのね、よっで、よっよっよっで、まあ、この子たちがもうほんと純粋に売り上げ対決をするという、まあ、コクっちゃコクだけどまあ、実際そうっすよ、さすがホストのね、仲良しなのにみたいな、そうそうそう、シビアな面なかなかハードルが高い、そうそうそう、これコメントあれ、なってるコメント来てないですね、あ、コメントをちょっと、あれしてほしいっす、はい、そう、上の方しか表示されてないかなそうそうそう、あ、来てる来てる、そうそうそう、そういうことなんですよ、で、まあ、ラーメン二郎好きな人、新人美味しいですかって、そうで、今回、新人をね、紹介していくというね、枠を取りました、で、まあ、せっかくなんでね、多分分かんないと思うんで、リュウキとかは2回目かな、2回目です、ゴーも2回目だ、俺も2回目ですね、なんで、まあまあ、ゆうや、あ、ゆうやも2回目か、そうそうそう、お前だけ僕初めてです、うん、なんで、まあ、せっかくなんで自己紹介とかね、まあ、軽く、ちょっとじゃあ、ゴーから、あ、俺から先輩だしね、こんなことといやまあまあまあね、まあまあ、うん、多分、前は多分、うん、名前違う、あ、そう、前ルイだったもんね前ルイだったんで、名前変わってゴーになります、はい、ゴーくんです、ゴーです、はい、2ヶ月目か、2ヶ月ちょいくらいですね、慣れた、もういや、もう、ぼちぼち、もう、ぼちぼち、いや、もうゴーも仕事できるもんね、もうね、普通に某じゃない、某じゃないや、某じゃないです、ゴーです、あの、滑舌悪いんで、悪いな、滑舌だけうん、ゴー、滑舌だけ、なんでパチパチパチやねん、みんな某って聞いてるのに、ボーくん、ボーくん、いや、もう某ってクレヨンしてたやつ、ゴーです、ゴー、そう、ボーくん、秋田生まれの、もう何でもいい、ゴーくん、あ、そう、そう、ゴーくん、そう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 、
この伝達だけですげえ時間かかるっていう、ね、ルイアンでまんじまんじまんじもやばいっすけど、まあまあまあ、結構やばいっす、結構やばいっす、結構やばいっす。なんでゴーに変えたんだっけ名前。いや、なんかあの地元の NG、地元のあ、地元っつか身内の NG、うん、あーなるほどね、からもう引っ張ってきたから、ね、そうそう、船長さんのことはいいよ。はい、はい、え、じゃあ次ね、船長さんはいいっす、一回ちょっとそれは伏せて、はい、じゃあゆうやゆうやです、はい18歳です。若い若い若い部長18歳若いね。え、野球やってたもんね、ゆうやね、はい、そう、ホストはじ、ホストほんと初めてもんね。でも髪染めたね、ちょっと変わった感じで。そうそう、あの前多分黒髪だったんだけど、どうですか評判は。優雅、優雅は俺、優雅じゃない、そう、それを真似して、真似して、なるほど、真似してたの、真似して憧れてですもん。でもたまに優雅とタクついてる時、内勤さんに、まあ、どっちか分かんない時あるね、優雅なのか優雅なのか分かんない時あるね、たまに。でも野球やってて、めっちゃ球速いよね。いやいや、そう、野球何、小学校からやってたの。やってます。やばいね、いや、めちゃくちゃうまいよ。え、実際何キロぐらい出るの。その、それはいいっすよ、それはいいな、これいいな、あんま増えないでしょ、言えよ、それは。それ言ったら、言ったら、もう、自慢したって、自慢したって。いや、野球部ある、リップスの野球部はある。野球部の方が多分活動してる。そうだよね、なんか月曜日にしかもなんかトップダンディアイオスさんと試合するんだけど、去年負けてるから、ちょ、今年はね、じゃあゆうやがもうエースで投げてくれるから。友達見てたらやばいっす。友達見てたらやばい、大丈夫だよ、そんなもう。そんな気にしてても仕方ないもん、うん、何の話題よ。ゆうやさん、なんかお店でもチャラにしないよ。野球推薦、野球推薦で、野球推薦ってことで、そう、野球枠、野球枠、はい、で次、龍騎。あ、もう言っていただいたんでね、もう、はい、まあ龍騎ってことで、龍騎なんで。龍騎も名前変わったよね。変わってないですよ。あれ変わってない、最初から。いや、変わってないです。変わってない、変わってない。あれ、あれ、そういうこともある。そう、仮面ライダー龍騎の龍騎。あ、そう、そう、龍騎さんと間違えられるっていうのが申し訳ないんですけど。なんで龍騎は龍騎なの。まあ単純にっすね、なんか。龍騎。結構仮面ライダーが好きで。本当に。はい、仮面ライダー結構好きで。絶対嘘。で、まあ。それはない。仮面ライダーが撮ったの、龍騎は。いや、そういうわけでもないんすけど。違うか。違うんですね。単純に。あ、惜しい。もうちょっと、もうちょっとで当たるっす。木はなんだっけ。え、木はこの177合ってるんで。あ、そうなの、流木。誰が流木やねん。誰が流木やねん。流されちゃいそうだよね。流木合ってる。流木なんだ。エグゼイドはもうそれ。あ、そう、起きるの、龍騎の木が、あれっすね。そういうことなんす。龍騎の木は起きる。いや、惜しいね。惜しいっす、みんな惜しいっす。惜しかった。みんな惜しいっすね。キュウリでいいよ。キュウリ？いや、誰が源氏なキュウリでやるんですか。おかしいじゃないですか、それは。次頼んで。とりあえずね、誰がキュウリにしよう。誰がキュウリにしよう。もう頼んで。もう頼んだ。もう頼んだ。もう龍騎引っ張った。十分引っ張った。もう龍騎はもう。給料割りで。給料割りで。誰がボッキやねん。じゃあ次、カノン。はじめまして、カノンです。よいしょ。よいしょ。ということでね。カノンは経験者でしょ。でも。一ヶ月だけ。いや、短いな。はい。実はカノン俺より年上っていうね。意外と意外と、うん、まあね、そういうことで。そうそうそう、お兄さん。カモじゃないっす、カモじゃないっす。カノン、カノン、カノンです。まあカモにしたらおかしくなるからね。いや、カノンじゃないっすね。カ、カノン、はい、212正解っす。おー、で、まあこのゲスはひどい。カビとか。カノンは何、漢字なの、ひらがな。僕カタカナです。あ、カタカナなんだ。はい、なんでカノンなの。なんでですかね、なんかアンカフェから取りました。ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。はい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 。みんな滑舌悪い。ゴーとカノンは全く多分伝わってない。マジですか。最初。え、でもコメントしてますね。ない。え、俺もネクしてんのよ。ネカフェ？ネカフェじゃない。アンカフェ？バンドでしょ？はい。うん。あれ？そうそうそう。で、そう、ゆうや。ゆうや。で、まああと、
今日いないけどね、隼人って子と、で、何人だっけ、5人で、5人ですね、5人で新人、まあ、対決みたいな、そうですね、勝つと、もうすごいから、本当にまだ、そうですね、まだ言わないけど、すごいからまあ、すごいっす、まあ、ちょっとこう、ね、媒体に出れるかもしれないよね、出れるかもで、出れるかもね、出たいですね、うん、もう、大事件そうなったら、そうなったら大事件っす、なんでも、もう見たらパッと分かるぐらいの、でも、どう、でも、同期じゃん、全員同期ですね、俺なんかもう同期、今、レンしかいないからさ、もうみんないなくなっちゃったけど、結構、同期同士でさ、じゃあ、例えば、遊びに行ったりとかさ、ご飯行ったりとかするもん、いやー、行きたいんすけどね、なかなかみんな時間がなかなか合わないっていうね、はい、そうなの、同期なのに僕一番新人です。ゆうきは一緒に行ってるやん。僕とゴーさんがよくまあご飯行ったりとか。ああそうなの。あじゃあここはなんかえじゃあ同期の中でさ、じゃあ例えば一番じゃあなんだろう、あーまあじゃあ売れそうだなじゃないけど、こいつはちょっと要注意やなみたいなのいる。ゴーさんでしょ。それはゴーさんでしょ。あれゴーでもちょっと。ゆうきさんでしょ。でも5は頭1個抜けてるかもね、少しね。いやいや、頭1個抜けてますよ。ちょっとプレッシャーかけとくわ。郷さん、隼人さんあたりですかね。いや、まあでも本命はさ、まあ一番ちょっとでもリードしてるかな、今。そうですね。で、大穴ですよね。大穴いとけ。まあ、抜かしにかからないと、みんな。まあ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 、でもなんかみんな元気でね、かからな、なんか結構喋れたり、仕事もね、結構できる子も多いから、うん、そうですね。でもすごい、同期5人って結構すごいよ。一気にバババババって入ってた。そう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 、カリメロ率高い。そうそうそう、いやー、羨ましい、本当にレンしかいないか、俺。まあね、それ知ってる人にしか知らないかもしれないですけど。レン、誰ってなってるか。はい、リプもしません。うん、まあでもリプ譲り。そっかそっか、じゃああんまりじゃあ今のとこ遊びに行ったりとかまだじゃないんだね。誰がキュウリ、誰がキュウリ。リップスはあれ、バッティングセンターのとこ、なんだっけ、奥のバッティングセンター、オスローの方の向かいにある第6棟はなんだけど、そうそう、え、ってかみんな歌舞伎も初なのか。初です。そうですね。え、どこだっけ、もともと秋田でしょ。秋田静岡か、静岡、愛知、愛知、あ、そうか、地元一緒だもんね。そうですね、一緒ですね。で、神奈川っす。神奈川一番近い。あー、じゃあ、歌舞伎町でもさ、どんなイメージだった最初、来るまで。え、めっちゃ怖い街でした。怖い街。え、もうなんか日本といえば夜の街はここしかないって思ってたっす。はい、ですね。はい、歌舞伎町ってちょっとすごいなみたいな。そうですね、まあ、秋田からしてみたら絶対そうだよね。秋田はまずないね。なんか、ゴーとちょっと話した時に、秋田ってどこで飲むのみたいな話をしたんだけど、なんか、なんだっけ、秋田の有名なとこって。秋田の有名な町、歌舞伎町みたいな。なんかあるんすか。いや、なんもないっす。ない、なんもないっすか。ないということでね。ないということで。まあ、一応飲み屋さんとかあるみたいな、ホストみたいな。だから俺がもともとバーなんで。あー、だから、あれか、もう板に連れていたって感じか。いや、なんかテキーラだったらいくらでも。おお、あ、でも多分この中で、え、飲んだりとかもしないでしょ、みんなで。リュウキとは飲んでる。そうっす、結構飲みますね。あ、え、俺見た感じゴーが一番強いかなって思うね、お酒。うん、強いっす。ゴー強いよね、だって酔ってるの分かんないもん。確かに。うん、え、リュウキとゴーだとどっち強い。いや多分俺の方強いっす。全然強いっす。勇気はマジで弱いっす。弱くないっすけど、弱くないけど、なんか飲むお酒の種類がまず違うっすね。あー、なるほどね。ちょっと一回 CM で。はい、ということで、はい、最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、退任の時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた。取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。
気がする。そうだね、ちょっと今ね CM 中にねちょっといろいろ話し合った結果ね、ちょ俺がちょっとね気になるのが、同期同士でちょっと質問みたいな、こういう場だからこそ多分喋れることあると思うんだよ。まあそうですね、なんか実際のとこね、ちょっと気になってたみたいな、なんかある、なんかこうこいつに対してちょっと気になってたとか、ちょっと物申したいみたいな、ちょ今は多分このタイミングだからちょっとちょうどいいかな。誰もなすみじゃないから。なすみちゃうわ。あの従業員同士、例えばじゃあゴーがじゃあ龍樹にでもいいし、ある全然答えますよ僕は。そうなんかこうちょっと気になってるなみたいな、こういうこれどうなんみたいな、ある、なんかあります？モノモースでもいいし、こうなんかこれちょっと前々から思ってたんだけどみたいな、これどうなんみたいな。龍樹、あ龍、俺ほとんど龍樹しかちょっとね、うんうんうん、まだ絡みあんま少ないですけど、龍樹は結構頭おかしいかな。あーでもそれちょっと思う。なんでみんな思っ、なんか頭おかしいキャラじゃないっすよ。いや、マジで天然とかじゃないっすよ。テンションが分かんなくない？テンションが分かんないっすね。違う、あそうっすね、うん、こういうとこっす。そういうことっす。ということで、あの変な子っていうか、あれっすよ、なんていうんすかね、本当になんていうんすか、もうなんかみんなに合わせちゃうというか、もうでも盛り上げたかったらもう無理っていうか、単純に楽しくなりたくなるんですよね。じゃでもキャラがね定まってない感が強いよね。まああのもうオールマイティー、そういうことっす。オールマイティー、いやちょっともう決めかねてるでしょ多分キャラを。オールマイティー、まあね、それはもう決めかねてる。オールマイティーはダメっすね、すみません。オールマイティー、申し訳ないです。すごいっす、ブレブレってこと。あ、そうそうっす、ま、間違いなくそうっす、ごめんなさい。逆にじゃあ龍樹はなんかないの、じゃあ他の人に。僕っすか、うん、あれでしょ、バトン方式にしていこう。バトン、あれっすね、もう僕実際は、うん、正直、まあ、ここで言うことかどうか分からないです。うんうん、単純にあの、ゆうやが、うん、僕、スポーツ正直な話、うんうんうん、あの自信あったのに、うんうん、なんだかんだ結構スポーツ万能なんですよね。確かに、腕がもうやばいもんね。だからそれを見たらカメラに、なんでなんすか。そう、あそう、スポーツ万能なんで、なんかちょっと悔しくて、なんでこんなに動けんのみたいな。え、龍樹もやってたのね、スポーツ。やってましたね。え、もうだって相性なんかこう全国とか行くような。そうですね、全国大会とかは行って、あまあ大学1年の時に、まあ、日本一にはなって。それ龍樹は仮面ライダーやってた。やってましたね、結構変身はしてました、こうやって。なるほど、こうやって変身だけはしてたんで。それすごいよな、日本一になるってけど、ゆうやには勝てねえみたいな。そうっすね、まあハンドボールっていうスポーツなんですけど、まあまあマイナーなんでね。え、まあ、知ってる人しか。力はあるのでも龍樹自体は。いや力ないっす、もうあの力が結構いるんじゃないの。力がないからこそ、うん、あのできることもあるんで、まあそれを考えてって感じですね。ポジションによってまた違うみたいな。そうですね、結構。何できる、ゆうや緊張してんの。ボール投げてるだけです。ボール投げてるだけのスポーツじゃない。サッカーの方が面白くない。意外と奥が深い。いや、みんな、嘘。ハンドボールだったらサッカーの方が面白くない。いや、サッカーの方面白いっすよ。サッカーの方面白いっしょ。結局何がゴールなんですか。何がゴールって、ゴールかゴールだよ。いや、それは分かるよ。それはやばい。その質問はやばい。その質問だいぶやばい。あそこ投げるよ、これやばい。カゴに。カゴに。え、でも、だったら蹴った方が早いじゃん。蹴ったら僕たち反則なんですよ。まずハンドボールって蹴ったら反則なんで。ハンドボール楽しいかな。ボーリング得意じゃないっすね。あ、僕得意っすよ。ボーリング何本ぐらいいくんすか。僕256っすね、最高。あ、それはちょっとすごいな、確かに。すごい。ああ。ハンドボール、もうそれリアルに言ったら意外とじゃあ球技得意なんだね。おお。そうですね、球技だけはできるんですよ。球技さすがっす。誰が球技だけはできるんすか。もうみんな反応するやん。みんなすぐ反応するやん。違う、球技じゃない。球技もう下ネタ。やめた、もう下ネタが始まってきてるから。え、ちょっとみんな暴走し始めた。滑舌悪いが。え、じゃあゆうやはないの、なんか誰かに質問とか。え、思ってることみたいな、同期にみたいな。どうやって LINE 送ってるんですか。
どうやって LINE 送る？今それ誰に何の話どうやって LINE 送る？急に細とか言われてます。違う何もう言えまあねおいじゃあ、わかった。カノンはじゃあなんか、はい、誰かに質問とかあるの？お兄だもん。じゃあゴーさんに。お俺？あとは、はい、俺どうやったら売れますかね。なんでそれ俺に聞くの？それ聞くの優雅なんでしょ。俺じゃないんですよ。だって今同期でっていう話だったんで、まあ、うん、まあまあまあそれはね、うん、まあ、気になるとこ気になるとこ。偉い質問来たね。マジでないわその質問は。本当にそうです。キャス見て入りました。まあ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 ね、それは売れてる人に聞かないと。では、ゆうかさん、俺かい、お願いします。うん、なんだろう、ね、まあね、唐突な質問もありますよ。そういうこと、まあ、そういうこともありますよ。まあ、うん、なんだろう、ね、熱に働けばいいんじゃない、わかんないけど。はい、うん、デカフェで襲うぞって誰のこと襲うんですか。でもなんか羨ましいわ、こうやってこう、あ、エノンって誰ですか。じゃあ、まあせっかくこうやって、まあイベントするし、ちょっと意気込み引きたいかな。こうやって、まあ、なかなかね、こう新人の子だけにスポット当たるっていうのも、まあ、なかなか少ないからさ。え、彼女がエロいんですか、欲しいんですか、か、リュウキ君。え、彼女がエロい。え、じゃあそれだけ答えてください。すいません。はい、いいですか、ちょっとあの質問だけ答えていいですか。エロい、うん、まあ、彼女がね、キャスでうざいとか言われてますけどね、僕。エロいっていうことは、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、おもろいよ。なんていうんですか、うん、まあね、うん、まあ、彼女って、やっぱりそれなりに彼氏としての特別感。そう、あ、キウイに聞いてない。いやいやキウイ、まあキウイでもないけど。はい、グイグイ、ほらグイグイで、もうすいません、グイグイ、あなたのコーヒーが飲めばいいっす。あ、ありがとうございます、本当に。キモ、はい、キモアップとか、グイグイグイ。まあ、ということでね。あ、結構濃いやん。結構濃いね。まあまあまあ、じゃあちょっといい。まあまあまあ、ね、まあまあまあ、ちょうどあと4、5分ぐらい。じゃあちょっと、GO から俺からですか。意気込み聞いとこうか。え、11 GO、 11日いいタイミング、ナイスタイミング GO イベントみたいなね。ごちそうさま…え、そんな飲ませたい俺に。ごちそうさまが聞こえない。それね、じゃあ行っとこう、GO から。いや、マジですか。意気込みですか。意気込み、まあまあ、軽いのでいいよ。まあ、頑張ります。はい。頑張ります。しれっとやりそうだからね、こう。頑張ります。はい。じゃあ、ゆうやいとこか。頑張ります。お一緒やな。一緒？いや、それはない。ちょっと一緒はない。それはない。一緒とかない。1分前じゃあ、ちょっと。1分前。じゃあ、僕言いますよ。ゆうきと。新人で一番取りますよ、頑張って。おー、いいねー。おー、カカノン。では僕は少なくとも一択呼べるように頑張ります。はい、頑張ろう。よいしょ。ということでね、11日にイベントあるのと、ゆうやくん起きてとか書かれてますよ。はい、あとね、5月の28日僕ビアバなんで、おっと、ここで営業入りますよ。あの滑り込み最後の3時の30分さすがっすね、ちゃんとお祝いに来てください。お願いします。そうっす、盛り上げましょう。待ってます。リアバースケは前祝い、後祝い受け付けてるんでね。はい、お願いします。よろしくお願いしますよ。ということで、まあ、11日はね、みんな頑張ると思うんでね。そうですね。まあ、ちょっと見に来てあげてね、はい、くれたら嬉しいと思うんで。はい、じゃあ38歳違うけどな。え、また3週間後に、はい、会いましょう。本当に、ね、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとう。今日は、新人の、はい、新人のね、はい。向け。